花は穂木市。花は穂木市。花は穂木市。延響三年五月五日。1746年6月23日。文政四年九月十二日。1821年10月7日。は、江戸時代の国学者。陽名は日の江虎にちなみ虎之助。失明後に辰之助と改める。また、一時期、多門坊とも名乗る。に入門してからは、千 補紀の一、補紀一と解明した。軍書類獣、俗軍書類獣の編纂者である。総研業。造成四位。四男は、国学者の花は忠富である。武州小玉軍補紀の村、現在の埼玉県本城市小玉町補紀のに生まれる。花は、死の雨、ふ、須賀はじめの本性を用いたもので、小木の死の出自。 金世に機能した百姓の家系であるという。父は右兵、母は上郡木戸村、現在の上里町、藤木戸の名のし、斎藤理佐衛門の家の娘木よ。弟は上門。幼少の頃から体は華奢で父の飲み方も弱く、丈夫ではなかった。草花を好み、非常に物知りであったという。五歳の時に肝の病気、胃腸病にかかったのが原因で。 目痛や目やにの症状が出て徐々に視力が弱っていき、七歳の春に失明した。ある時、虎之助のことを聞いた主言者が、生まれ年と名前の両方を変えなければ、目が治らないと進言し、なお辰之助と変え、年を二つ引いた。しかし、目痛や目やには治ったものの、視力が戻ることはなかった。その後、主言者の小学坊に弟子入りして、多門坊という名をもらうも、 視力は戻ることはなかった。手のひらに指で字を書いてもらい、文字を覚えた。また、手で形を触ったり匂いを嗅いだりして、草花を見分けることができた。目が見えなくなってから、お尚や家族から聞いた話を忘れることはなく、一言一句、違わずに語ることができたほど、物覚えが良かったという。十歳になると、江戸で学問を積んで立派な人間になりたいと考えるようになるが、 両親が反対するだろうと悩んだ。法暦七年、1757年6月13日、母清が過労と心痛で死去する。片見として清のお手縫いの巾着をもらう。巾着には二十三分入っていた。法暦八年、1758年、絹商人に太平清美で暮らしている人の話を聞き、江戸でが苦悶をしたいという気持ちが一層っていった。 法暦10年、1760年、15歳、年を2つ引いて13歳と記している場合もあるで、江戸にで、長島康史林家の江戸屋敷のもとに身を寄せる。約3年間を盲人としての修行に費やし、17歳、2歳、引くと15歳で盲人の職業団体である、東密座の雨、ふ、須賀はじめ兼業に入門し、なお千夜と改め、あんま、針、 音曲などの修行を始めた。しかし、生来不器用でどちらも上達しなかった。加えて、雑踏金の取り立てがどうしてもできず、絶望して自殺しようとした。自殺する直前で助けられた保木一は、アメフ兼業に学森への思いを告げたところ、三年の間経っても見込みが立たなければ、国元エキスという条件付きで認められた。保木一の学祭に気づいたアメフ兼業は、 保木市に様々な学問を学ばせた。国学、和歌を、萩原倉庫、百貫倉庫に、漢学、神道を、川島隆林に、法律を、山岡松明に、医学を、品川の東善寺に、和歌を官員の宮に学んだ。花は保木市は書を見ることはできないので、人が音読したものを暗記して、学問を進めた。 保木市の学問の姿勢に感動した旗本の高いお住み守る実員の奥方に映画物語四十巻をもらい、初めて書物を所有した。後、雨府県業の隣人の旗本、松平織部正常院、松平織部の家、実田忠が講義を受けていた、萩原倉庫の講義を共に聞くことに行った。上院は保木市に系統立てた学問をさせる必要を、雨不倫業に解き、晴れて、 萩原宗ら倉庫の門人として教えを受けることとなった。そして、倉庫の勧めで、漢学や神道を川島隆重に、同時に律令を山岡明は山岡松明に学んだ。法暦十三年1763年に主文、王観の一つになり、なお、古記の一と改めた。明和三年1766年、雨不兼行より良を受け、父と一緒に、 伊勢神宮に詣でで、京都、大阪、須磨、赤市、木高の山などと60日ほどにわたって旅をした。明和6年、1769年に晩年の鴨のマブに入門し、六国史などを学ぶ。その年の10月に間ブが死去したため教えを受けたのはわずか半年であった。安永4年、1775年には主文から高等に進み、 花は生に改め、名も、保木市と改めた。安永八年、1779年、軍書類獣の出版を決意する。剣業の職に進むことを願い、新行百万巻を読み、天馬宮に祈願する。天明三年、1783年に剣業となる。天明四年、1784年、和歌を、日野市枝に学ぶ。完成五年、 1793年、幕府に土地拝借を願い出て、和学講談書を開設、解読を始める。ここを拠点として、記録や手紙に至るまで様々な資料を収集し、編纂したのが、軍書類重である。また、歴史資料の編纂にも力を入れていて、資料としてまとめられている。この、資料編纂の事業は、右翼曲折があったものの東京大学資料編纂書に、 引き継がれ、現在も続けられている。同書の出版している第二本資料がそれである。盲人としても、完成七年、1795年には、盲人一座の総六職となり、文化二年、1805年には、盲人一座十郎となる。文政四年、1821年2月には、総剣業になり、同年9月に76歳で死去。 四つを忠だ富が後を継いだ。聖火、埼玉県本庄市は国の史跡に指定され、記念館も置かれている。墓所は東京都新宿区若葉の愛全委員。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。